はい、それではね、今回のカメラ HC-VX2M ね、届きました。よいしょ、開封していきたいと思います。結構ね、丈夫にぐるぐる巻きにしてくれたらね、これね、すごいね。よいしょ。どこから撮ればいいかな。すごいね、この厳重に。これはあれだよね、多分ショップさん側の方で、これはこうしてるのかな、多分ね。ね、だお店独自でこうやって Amazon の倉庫に預けてあるんだろうね、結果ね。はい。まあ、ショップさん、おじいが買ったショップさんはね、Amazon 発送のショップさんだったんで、一番上に来てるのは、ショップが発送する、ね、処置だったんで、一日遅いっていうね。はい。まあ、箱こんな感じ、まあ、外観。まあ、ちょっと多少の傷あるものの、まあ、こんなもんでしょう。ね。グリーン。色は大丈夫だね。中古じゃないよね。間違って中古じゃないよね。新品来てるよね。はい、大丈夫そうです。これ、ちゃんとし、ここがね、これね、新品だったらもっとちゃんとしっかりしてるんだけど、ここがなんかもう、開封した後っていうか柔らかくなってるんで、一回これ開けてあるよ、これ。ほら、この柔らかさ。これ新品かな？ちょっと心配はあるけれど。訳ありに出ないことを願います。はい。こういうのは止めてないのかな、こういうのはね。いや、ほんと新品かな、大丈夫かな。これもなんか密封されてないからね、今ね。これ何に使うの、これ。カメラじゃあるまいしっていうか、まあビデオカメラなんだけど、さあ、ちゃんとした新品なのかな、新品じゃなかったら怒るけどね。本当怒るけどね。ちゃんとした新品が届いてるのかな。ここら辺はちゃんとほら、テーピングされてるんだよね。一部のものがこっち側はテーピングされていない。ここら辺も開いている。なんか本体に入れるものが開いている。なんでこれテープ止めしてないんだろう。新品？本当に。大丈夫？ここら辺の付属品は大体こう、ね、すぐ使わないものはちゃんと。これもテープがついていないだね。こういうもんなのかな。なんか向くの大丈夫？怪しくない？はい。ということで、本体がまあちゃんとしていればね、よしとします。ここがちょっと。まあ、中国で作ってるから、もうこんなもんか。なんか、ここちょっとまだらっぽいけど、でも、まあ、ペタペタしてる汚れとかはなさそうかな。ああ、これ、やっぱり、新品ではない。この、新品ってさ、こんなに手の赤ついてるみたいな、こんなまだらない色になってないよね、絶対に。これ汚れてるよね、これね。ちょっとこれ写真撮っとこうかな。これ、こんな感じで来ないよ。いくらなんでもあれだよね。よいしょ。ちょっと待ってね。
なんかちょっと綺麗にされてきてるような感じがしないでもないので、一応ちょっと気になるところは取っておこう。っていうかなかなかねカメラだとねちょっと反射しちゃってるから、あーダメだな、カメラだとねなんかうまく撮れないな、ここねなんでこんなそういうあれかな、品質なのかな、大丈夫、物はね今 V360MS よりはちょっとこう大きい、順繰りもっくりって感じだね、新興品かな、新品ではなさそう、展示品かな、これペロペロついてるかな、ペロペロ、ということで、あこれ、あおしゃれ、パコーダウでこれ、あスライドなんだね、あいいね、これスライドか、ちょっと待ってよ、あのおじいがさ今買ったあのケーブル、あれ使えるかな、V360 でよいしょ、ちょっと待ってよ、これ外してちょっと待ってね、コンセントのやつ、よいしょ、よいしょ、これ V360 のね日本セットで買ったやつなんだけど、アマゾンでこれでそのまま使えるかな、まあ使えないと困るんだけど、どっちがどっち、こっちシャドウを使える、あれ使えねえあ嘘、使えないのやっぱり本当ちょっと期待外れだったな、えマジで嘘、ちょっと待ってよ、これ使えないとバッテリーだとちょっとまずいよ、ちょっと待って、それだとちょっとまずいよ、ちょっと待って、いや使えるでしょう、パナソニックのビデオカメラ、アンペアが違うのかな、えやっぱり使えないの、嘘、マジっすか、 V360 と共通だと思ったんだけど使えないんすか、もしかしてこの純正の、これ何がどう違うんだろう、この純正を使えってこと、ということですか、まあ、これもついてるのね、全然見えないVolt の 1.8A、 だから同じだよね、あれおかしいな、使えるはずなのにな、なんで使えないんだろう、いや全く同じはずなんだけど、これの元が入ってないの、ついてるよな、ついてるな、ランプはあのちゃんとついてる、あれなんで使えないんだろう、仕様は同じなんだよな、つける場所が違うの、一緒だよね、こ
これつけてもランプがつかない、つかないねちょっと待って、お、ちょっと待って、な、何か間違ってる、ん、なんでだ、これボタンを押さないと要はつかないってこと、長押し違うよね、うん、あれ、え、どういうことなんだろう、おかしいなあ、おかしいな、ちょっと待ってよ、赤いランプ来ないんだよね、よ、来ないね、ありゃりゃありゃりゃ、ちょっとこれを押さないとダメなの、あ、来た来た、これ今電源入れてこれオフにして、で消えた、でこれで次から開けると来るんだね。ああ、よかった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 。壊れていなかったよ。一回押すんだ、最初。じゃあ、ちょっとお言葉に甘えて。おじいが購入した、これのね、うん、パナソニックにつけるゴリラとか。多分、仕様が同じだと思うので、絶対これ使えるはずなんだよね。うん、来たー、やったはい、ということでね、うん、OK でしょうね。でこれはね、確かシャッ、これね、開けると自動的に開くんじゃなかったかな、これ、ほらね、うん、閉じると自動的に閉まるんだよね、うん、いや素晴らしいね。でね、これのいいところはここに SD カードね、出し入れできるんだよ。これね。いや、今までさ、すごいめんどくさかったんだよ。そこにあったから。ほんと。うん。これってあれかな？これは今までのバッテリーとは違うよね。ちょっと何が違うか見てみよう。うん、バッテリーのね、あれは違うはずなんだよ。アンペアとか違うかな。こっち互換バッテリーなんだけど、純正品が、うん、3.6V、1940mAh、7Wh。こっちは、17.6Wh、3.6V。一緒だね、3.6V。あれ、やっぱり使えるのかな？一緒だね。一緒だね。同じだね。V360MS と同じだね。これ。確か互換バッテリー。ねえ、これをつけても使えるんでしょう。ほら、ね、タタタタさんに提供いただいた、この大容量バッテリー。これ結構すげえ重宝してるんだけどね。うん、だコードつなげないと充電できないというのがね、めんどくさいけどね。で、これがヘッドホンジャック。で、マイクつけるところがどこだ？マイク、
マイクどこでつけるのかな、 HDMI、USB でしょ。マイクはどっかフロントどこだったかな。あ、ここら辺かな、ここ、あ、これ違うか。あ、これかな。マイク、ないね。あれ、マイクどこでつけるのかな。今度 5.1 ちゃんって書いてあるからね。5.1 ちゃんだよ、今度。ね。うん、素晴らしいね。うん、まあいいや、こんだけ綺麗だと、あのなんか怪しい部分はあるものの、ちょっとここら辺光沢がなんかちょっと怪しいような感じで、ちょっと汚れてるだけだと思うから、拭けばまあ、うん、そう、拭けばこう綺麗だからね。まあいいです。まあ何かしらもなんかね、本当あの、新品未開封なのかなって、ちょっと怪しい部分はあったけど、よく展示品にありがちなね、ちょっと微妙に傷があるとかっていうものではないので、うん、大丈夫そうでしょう、これは。ねえ、ちょっとこう、レンズの部分見てみる？うん。大丈夫だね。汚れとかもないしね。うん。ああ、滑らか。おー、滑らか。ね。お使いの住まいと時計を、ああ、これ自分でやんなきゃなんないだね。これペラペラついてんのかな、これペラペラ。はい。はい。ソウル。あ、東京どこよ。ちょっと待って。東京どこ、東京。あ、東京ソウルでいいの、あ、これでいいの、シャーマータム、一応わかんないけど。東京とソウルが同じってことね。うん。で、これで決定。で、2021年、よいしょ、の、8月の、今日何日だ、16だからこっちからの方が早いのか、ぐる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 16で、14時57分ぐらいか、14時58分ぐらい、こんなもんかな、うん、ね、30秒早いんだけど、まあ、ちょっと待ってね。電波時計に合わせて、あと25秒。ね。だから気持ちよく綺麗に合わせたいもんね。うん、あ、でも57分か。ちょっと待って、57分っぽいな。57分だね。14時、ここだな。よし、10秒前。5、4、3、2、1。てーん、はい、ということで時刻設定をしました。はい、これでいいのかな。で、うん、2160って、まあ、4K はいいですよ。いや、これはおー、モードが今までのマニュアルはどれだろう。これしあ、これがマニュアルか。これマニュアルね、これね。うん、で、でも色綺麗だから、今まではこれこうしないと、まあ、勝手に色変えられちゃうからね。で、60分の1フレームで、まあ、F2.0 の、そうだね。まあ、ここら辺が標準だね。うん、これでいいよ。で、メニューに行って、使い方は同じだね。で、セットアップ、撮影セット、まあ、セットアップに行って、画面表示、ね、あ、5秒、うん、まあ、きりでいいけどな。時計設定は OK、 割れてても OK。 ちょっと下、ああ、いらないいらないいらない、なんでこんなとこしたの。決定もう勘弁してよ、勘弁してよ。あ、ここ押さないとダメだったんか。それで、ズーム撮影ボタン表示、ボタン表示はいらないかな。あのウェブカメラでね、使うときに手ブレロック表示、うん、はこれもいらないかな。で、外部表示、外部表示、外部表示いらない。あ、そうか、出力したとき、外部出力したときに全部消せるんだ。うん、エコモードはね、ちょっと入りにしとこう。クイックパワーオンね、これあとこうパオンってこう上がるんだね。うん、で、お知らせ音に、まあ、操作アイコンとか、
これは何、あ、登録はいいか、パワー LECD、まあ、ちょっとよくわかんないけど、うん、液晶調整、まあいいよ、デフォルトでいいよね、HDMI、まあいいよ、ビューラリンク、ビューラリンクいらないけどな、うん、初期設定に、あ、戻しちゃダメ、あ、Wi-Fi、Wi-Fi、Wi-Fi、あ、嬉しいな、そうそう、Wi-Fi があるんだよ、これね。番号に文字化する自動移動終わりなし。うん、で、メディアフォーマット、メディアフォーマット、おー、バージョンアップとかね。あ、そうだ。これ最新バージョンにしたいね。いや、これ、いっぱいあるなぁ。いっぱいあるなぁ。ちょっと、メニューが。ね。はい。まあいいや、これで終了で。あ、もうちょっとメニュー見たかったんだ、本当は。撮影設定は、ズームモード3、AI ズームとか、ね。うん。いろいろあるんだね。まあ、光学ズーム4倍だけにしたいとか、あるんだね。うん。まあ、綺麗に撮りたかったら光学だけだけど、まあ、いっか。で、インテリジェントってなんだ?これあったけど、おじさんあんま使ってなかったからな。あ、記録方式は 4K はいらないので、これ、MP4。MP4 で、記録モードは、1080p の、あ、1080p の、これ、なんだろう。なんか2つある。50メガと28メガ。どう違うんだろう。50メガの方が綺麗なのかな、うん、28メガと50メガとなんか2種類あるみたい。うん、へえ。まあいいよ。一応このモードでいいよ。これでいいです。はい。そして、うん。まあよくわかんないものがいっぱいあるけど。顔検出枠表示。いらねえけどな。ハイブリッド、あ、手ぶれ補正、うん、これはいるな。傾き補正、これも欲しい。これは標準と、うん、これ強いにしとこうかな。で、フェードはいらない。うん、撮影ガイドラインもいらないね。水平とかもいらないね。あ、ちょっと待って、うっかり撮り防止。うん、まあいいか。オートスローシャッター、なんだろう、ナイトモードもいらないね。撮影アシストいらないな。アシストってなんだろう、いらない。暴風キャンセラー。あー、これ強くしちゃうと声があれなんだよね。声、ザザザっていうのをね、強くすると声聞こえたり聞こえなかったりしたんだよな。暴風キャンセラー、ノイズキャンセルだったらね、まだしもうどうしようかな。暴風キャンセラー、ちょっとこれ、きりにしとかないと、音が変だよね、多分ね。サウンドシーンセレクト。おー、オートスピーチ。おじいスピーチかな、これは。お祭り、お好み、自然、音。多分スピーチにしとけばいいと思うんだけど、どうでしょう。まあ一応オートにしとこうか。ね。マイクレベル。マイクレベルで、これ何?液晶。ちょっと待ってよ。なんで書いたの?AGC オンオフ。AGC オンオフ。まあ、オートってなったけど、なんだろう。マイクレベルがあるよ、今度ね。うん、マイクレベルよくわかんねえ。で、画質調整。あー、シャープですとか、これいろいろ選べるのね。まあ、ここまで、綺麗だなぁ、だけど、あの、V360MS と比べて、これ滑らかだし、発色が綺麗だね。わぁ、やっぱりあの、上位モデルって感じするなぁ。マニュアルフォーカスアシストってなんだろう、ね。うん。いや、嬉しくなっちゃうね。メディア選択って何?あー、これ、カードにってこうやっておかないと、うん。ね。だカード入れてくださいなんだね。うん。カード用意します。いや、いいんじゃないっすか?うん。カードがない、カードがない、カードがないって言ってね。はい。ということで、ね。まあ、マイクつけてみたとか、いろいろやりたいことあるけれども、うん。いや、もう、
満足です。で、これも、ここも、なんかすごく手触りいいし、あのね、V360MS よりね、すごくいいね。ここ、あの、太さもちゃんとあるし、うん、いい感じだね。ちょっとこう、大きくなったって感じはするけども、大きくなってちょっと重たくなったかなって感じするけど、でもそう、嫌な大きさのパワーアップではない。これはね。うん、いいね。あ、ここはここ、開けるためのこれなんだね、これがね。うん、ここ一体化してんだ、ここね。で、これね、あの、スマートフォンとかこれワイプにできるんだよね。ワイプ機能があるともう1万円ぐらい高いんだけど、スマートフォンをワイプにして使えるからね、ここにあってもいらないもんね、だってね。うん、いや、メディアがここでね、出し入れできるのがね、すごい嬉しいね。楽になるね。うん、よし。いやー、ちょっとね、まあ、4K も撮ることできるしね、まあ、あんまり長い時間撮れないんだろうけど、撮ろうと思えば撮れるよって、ここに三脚のあれがあるんだね。いやー、嬉しいなー、本当ね。まあ、じっくりちょっと、いじってね。まあ、使い方はもう V36 まで MS で慣れてるからね、そんなに違和感はないんだけど、ね。さあ、これであの、多少これよりも広角に撮れるのかどうなのか、そこがちょっと気になるところだね。で、これがなんだ？これが何のためについてるの？なんか、これ何？なんか切って、ねじ切りしてあるわけじゃないよね。え、これ何に使うの？これ。お？なんかレンズつけられるってこと？違うよね。ねじ切りじゃないよね。お？あ、これ、あの、つくんだ。あ、なんかあの、いろいろ。あ、おじいが持ってるカメラやつ。カメラのレンズこんな大きいのねえもんな。60何ミリとかあれかな。80とか。ん？しまで、これこうやってつけんじゃないの？これこうでしょ？あ、ついた。あ、ここになんかつくのかな？つけられるのかな？ほら、ND フィルターだか、なんか、ああいうのとか、明るさこう、そういうのとか。あ、ちょっと待てよ。おじいが持ってるの何ミリだろう。アマゾンで安いの買ってつけられるのかな？パナソニック用とかね、あ、あれだな。デジカメのやつはみんな、あれだな。ああ、ケイがしてから、あの、アップコンバーターつければ、なんかいろいろマクロで撮ったりとか、なんかいろいろできそうだな。これが今、あの、使ってるキャノンの、キッズのやつだから。うん、こういうのね。あ、違うよ。こっちの方がでっかいんだから、あれだ、やっぱでっかいの買わないとダメじゃん。ちっちゃいのを切ったら、蹴られちゃうだけじゃん。これでっかいの使うときにアップコンバーター使うけど、これダウンコンバーターになっちゃうから、ダメじゃん、これ。大きいの。なんか大きいのあったかな。前あの、カメラ処分するときにみんなアップコンバーターとかみんなつけて、おまけでつけてあげちゃったからさ、何にも大きいの残ってないよな、多分。多分、おじいは60何ミリまでは持ってたけど、それよりもっと全然大きいでしょう、ね。うん。ない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 。ね。ということで、まあ、これはどうしよう。これはなんかつけれる用のやつだと思うんだけど、それか日陰かな。うん。まあ、つけといた方がいい？どう？邪魔になる？あった方がいいのかな。うん。ねえ。うん、やっぱホワイトよりこの色いいよね。いや、このカラーが欲しかったんだよ。素敵ね。えここもおしゃれにちゃんとこうしまうことできるしね、うん、このヘッドホン落ちくんだね、ここね。
あ、マイクどこにつけるんだっけ。さっきおじい探したマイク。マイク。あ、ここだろう。ここだ。マイク、マイク、マイク。ちょっと待って、マイクどこだ。マイクどこ、どっかにあるよな。マイクいっぱいあるよ。ね、マイク、マイク、マイクね。アメリカのなんだっけ、車修理するあれ、ピットリルのマイクじゃないか、違ったか。これは USB か。お前のやつどこ行ったかな。そう、この間ね紹介したばっかりだったんだよね。どこ行ったかな、どこ行ったかな。うん、マイクね、ピンマイク、どこだったかな。ピンマイク紹介したばっかりだったんだよ。うん、こういうのもあるんだけどね、電池入れて使うやつ。前マウノさんのこういうのね、うん、こういうのあるんだけどさ、これじゃないんだよ。電池使わないやつが欲しいんだよ。ここにこうシャシー使えるんだね。どこ行っちゃったんだろうな。まあ本当はね、あの USB マイクとかも使えるとすごくいいんだけどね。うん、いやー、もういい、あの使いやすい。やっぱりお金を出すとちゃんと使いやすさも考えられてるんだね。うん、いやー、いいねー。あ、そう、カード入れない。そう。カード入れないとね。うん、まあ、走るな。ね。いや、もう壊れないでよ。頼むよ。ほんと、10年ぐらい持ってよ。まあ、5年使えればいいよ。5年使えれば。ね。うん、はい、一応ね、開封させていただきました。ね。ありがとうございました。皆さん。ね。うん、これで撮影が楽しみです。ね。まあ、付属品もいろいろあるけどね。まあ、ちょっとじっくりいろいろ見ていきたいと思います。はい、開封はここまで。よいしょ。うん、さあ、これでね、どういう風にして撮れるかな。うん、グラさんどこ行った。グラさん、いつもと同じように撮影したいんだけど、お、あった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 、ちょっと待ってよ。よいしょっとね。で、相変わらずパナソニックは自撮りモードにするとメニューがね、どうせ使えねえだよな。うん、さあ、発色具合どうなんだろうね。おお、でもなんかすげえ滑らかだな。うん、まあ、パナはでもどの道に滑らかだよね。ちょっとこうして歩いてみる。おお、結構滑らかだな。テーブル補正 V360 よりも上じゃねえのかな。うん、だーん。いや、なんかいい感じだね。色がでもちょっと濃いかな、今までよりもね。うん、HDR とかどうなった。これあのこうしてクロスブレになった時に、あ、一応聞いてんのかな、 HDR とか。うん、ね、パナはあの逆光になっても結構強く撮れるからね。こうするとちょっと暗いな。うん、さあ、どう撮れてるかな。ちょっと楽しみだな、これな。